神様、まさかの三者連続三振締め直前直後の阪神ファンの反応。これは両佐だ。点差あるからよね。梶谷岩貞が復活してるの本当に嬉しい。岩貞はこの展開なら気楽にいけるわ。貞も腕触れたらええ球投げるで。岩貞ええやん。クローザーいけるで。岩貞どうした？プレッシャーのない時の岩貞は神。負けたの貞と梶谷キレキレや。俺はまだ岩貞は先発向きやと思ってる。岩貞三者連続三振ならニワトリレバーとスーパードライの新作いっちゃう。よっしゃー、勝ったで。岩貞別人みたいだな。神貞来た、勝ったで。逃げないでいい場面でだけ無双する岩貞。めちゃええ球投げまくってるやん、どないして。アウトローの出し入れ完璧。三者連続三振。完璧リリーフ。梶谷と貞子、石井と島本、これらのコンビの復活や。勝ったで。完勝。すごいものを見てしまった。勝ったで。100点満点の勝利や。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。